はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの加法についてお送りします。で、前回ベクトル始まってこれ2本目です。で、今回加法なんでこの足し算にね関する問題やっていきます。で、ポイントが1個で下に4つね図示する書く問題があるんですけど、この図示の関しての問題は書き方が合ってれば OK という感じでお願いします。書き方さえ押さえてくれればねテストの時取れますんで、ではそんな感じでやってもらって、ちょっとね確認してもらって厳しそうなのがあれば、今からね自分の方が全部やっていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ今回大事なのはこのね下の書き方ももちろんそうなんですけど、ここですね、この一番がすごく大事で、先に謝っておかなきゃいけないことがあるんですけど、これベクトル OA と読むのが正しいんです。前後ベクトル A とかって書きましたけど、自分どうしても癖で OA ベクトルって多分言っちゃう時がある。意識して直すようにはするんですけど、なので、あ、またなんか違う風に言ってるっていうのがごちゃごちゃ多分入るんだけど、ちょっとお許しください。もともとずっと OA ベクトル AB ベクトルって言ってたんですけど、ネットで調べたらベクトル OA が正しいらしいので、ごちゃごちゃしちゃうんですがお許しください。申し訳ないんですが、で、話を戻すとですね、今回ベクトル OA、これですね、こいつとベクトル AB を足します。で、結論から言うと、この2つ足すとベクトル OB になるんです。で、これはね、まず図の方からも覚えてほしいんだけど、今ベクトル OA、ここに矢印があってベクトル AB、こっちに矢印が出てると。で、よくつながるじゃんっていう話をするんですけど、矢印辿ってったらさ、ピーピーって一本繋がるでしょ、こう線でなぞっていけばさ。で、最初のスタート地点ここです。ベクトル OA、 ここから始まってる。で、それが繋がってゴールはここになるでしょ。その時繋がってるんだったら、スタート地点からゴール地点に向かうベクトルになるんだよって、繋がってこう言って、こうちょっと遠回りしてる感じはするけどね、結局はスタート地点からゴールはここに向かってるので、足すとベクトル OB になります。図からも覚えてください。で、なんで図からもって言ってるかっていうと、この後、まあ、この先計算とかやっていく上で、このねベクトル OA の後ろ、こっちの A、 多分終点だよね、始点と終点の、まあ、ゴールの方、こっちだったら、で、そこと次足すやつのここがアルファベットが同じ時、O と B がつながります。A がつながる、まあ、仲介役となってくれて、OB ベクトル、まあ、何じゃ違った、ベクトル OB だね。こことここがつながって、ベクトル OB になるよっていう。これも覚えておくといいです。図からも覚えてほしいんですけど、このアルファベットを見るだけでもつなげることができます。だから、ベクトル AB 足す、ベクトル AC。これ、B がつながるんで、結局、ベクトル AC になります。B がつながるからね。っていうのを覚えておいてください。で、ここに関しては、これはもうシンプルで、次の法則が成り立つと。で、ベクトル A とベクトル B 足すと、それひっくり返して、ベクトル B 足すベクトル A にできるよとか、これも、括弧の場所変えていい。計算どっからしてもいいですよっていう。で、これに関しては、中学校の時からやってるように、普通に今数字、数とか文字で計算するときと同じなんですよ、ベクトルって。ベクトルも普通に計算できるの。ちょっと後で出てくるけど。いいかな？まあ、それは頭の片隅でいいです。今大事なのはこっちだね。いいかな？で、今回は、この図に関することを押さえておくと、これがやりやすくなります。今、次のね、ベクトル A とベクトル B について、ベクトル A 足す、ベクトル B を図示しようと、まあ、書いていこうと。で、さっきも言ったようにスタート地点とゴールを押さえてほしい。で、もう一個はちゃんとつながること。ピーって言ってピーって言ってるでしょ、こうじゃダメなの。いい、ピーって言ってピーって行かなきゃいけない、ちゃんと。で、今2番確認すると、スタート地点はここです、ベクトル A のね。そうするとピーって言ってピーって言ってるから、ちゃんとつながってゴールもある。だからスタート地点からゴールに向かって線を引けば、ベクトル A 足すベクトル B、 これが答えになります。いい、これ書き方、足し算のやつね、加法のやつは。で、次に関してなんだけど、ベクトル A ベクトル B 出てます、出てるんですけど繋がってないんだよね。
スタート地点が同じになっちゃってる、こうやってピーって。で、この時どうするかっていうと、もうベクトルっていうのは向きと大きさを表してる。前回やったけど、位置っていうのはどうでもいい、移動できる、勝手に。だったら A 行って B がこうつながるようにしてしまいたい。で、 A は今動かしたくないので、まあスタート地点ここでしょ。 A 行って B がこっから出てほしいんだよね、つながりたいから。だから B をそのまんま移動すればいい、ここに。で、学校の定期テストとかだったら大体があのマスがあるから、こうやってこう格子状のマスになってる。そうすればこっから、あ、4マス行って3マス上がってんじゃん、じゃあこっから4マス行って3マス上がったとこに移動すればいいんだねってわかるから。学校先生も丸付けの時楽なんで、そっちの方がいい。今ちょっと書けないからさ、格子ないんですけど、この B をちょっとずれるけどごめんね、ちょっと待って、ね、まあ、このぐらいかな、移動してくる。そうすると A 行って B に行ってゴールがここになります。だからスタート地点とゴールをつなげばいいので、これがベクトル A たすベクトル B になる。移動してくればいいじゃんっていう。いいね、位置は関係ないからさ、好きにいじれるんで。で、あとも全部同じです。まず A、ベクトル A の方のスタート地点は押さえます、必ず。ここずらしちゃダメ。で、B を持ってくればいいから、このまんま、まあ、このぐらいかな、持ってくる。で、ゴールはここだから行って、つながってるからね。つまりスタート地点からちょっと曲がっちゃった、ごめん、ゴールに向かって線を引けばいいじゃんっていう。いいかな、ごめん消えちゃった。で、最後も5番、まず A、 こっちを動かす、動かさずにスタート地点を押さえておくと。で、一応これね、平行になってるんだ、こういうね、分かりにくいかもしれないけど。だから A 行ってこっから B つなげたいから、 B をこっから戻してあげます、こうやって、こんな感じ。そうするとゴールがここになるから、結局スタート地点からゴールまでを引けばいいと、ここになる。ベクトル A たすベクトル B って、いいかな。で、もちろんベクトル A たすベクトル B ってここにもあるように、ベクトル B たすベクトル A でもいいんだよ。だから B を先に持って固定してしまって A を移動しても OK なんです。答えは同じになるから、ちゃんとなるんですけど、基本的には A を固定してスタート地点をまず決めておくと。で、 B を移動してくればいいじゃんっていう発想で解けますんで、まあ、こんな感じでやってもらえたらと思います。では、今回は高校数学数 B のベクトルの加法についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は減法かな、そうだね、引き算の方をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。